島地方は、三重県にある、島半島南部の地域である。協議では、島半島の南部地域、講議では、伊勢市二見町東端の松下池の浦海岸から旧、伊勢国の熊野灘沿岸部に至る地域になる。行政区分ではそれぞれ、島市のみ及び、島市以外に、鳥羽市と渡来郡南伊勢町を含む地域と考えて、良い。渡来郡大気町の沿岸部分の一部は、 旧伊勢国ではあるが、東紀州に含む場合が多い。この記事では、戸橋島市、南伊勢町の抗議の島地方を説明する。島地方は、昭和初期まで陸の孤島が数多く閉鎖的な社会でもあったがために、他の地方では見られなくなった民族伝承、街並みが残る地域である。この地方は、沿岸が起伏に富むリアス式海岸であり、 交通網の整備には、技術的に困難かつ費用が高額となる、土木工事が必要なことと、居住人口が少なかったことから、昭和初期まで陸のことが数多く存在した。テレビ放送は、島半島最高峰の浅間山に加え、島市内に、大王、磯部島和国中継局が作られたが電波を起伏に飛む、地形が遮り、かといって、 渾身の発生を防止するためには中継局は増やせず平成期になっても南市町地域が残された。この問題は三重県知事北川正康の号令のもと県がケーブルテレビ普及に力を入れたことにより解消された。三重県が日本で初めてブロードバンド普及率100%を達成したのはケーブルテレビ普及率が100%になったためである。 島市の高等学校は、県立水産高校が1902年に設立され、普通科高校は1948年に設立された県立島高校と2005年に設立された株式会社立高校の代々木高等学校の2校、ある。戸ば市には総合学科を持つ県立戸場高校があり、国立戸場商船高専も設置されている。南伊勢町には、当初、 県立南西高校と県立南東高校の2校があったが、現在は県立南伊勢高南西校舎のみとなっている。大学進学を目指す場合には、島市磯部町より、北方約2 0トルの伊勢市などの進学校を選択することが一般化し、交通網の整備が進む1970年頃までは、通学不可能か、通学時間が長時間に及ぶのを嫌う生徒が、 下宿生活を送ることが多かった。学歴を問わず卒業後の就職先としても、島地方以外を選ぶものが多く、日本全国の他の多くの地方と同様、都会に出た若者が戻らず過疎化が進行した。南伊勢町以南の東紀州地方と島地方は、いずれの地域も人口が少ないため往来が少ない。西方は産地であるため、通行が困難な藤坂峠などの山岳路がある。 のみである。東方は海であるため回路のみとなるが、島地方から地域外への定期航路は、伊勢湾フェリーのみである。以上より、島地方から陸路で移動する場合は、多くの場合が北方への移動となる。三重県の県庁所在地の津市や名古屋、大阪、東京などに向かう場合は、北方の伊勢市、または渡来郡渡来町を経由する必要がある。 大阪はほぼ西方にあたるが、紀伊山地に阻まれ、道路も鉄道もないため、まず北方に移動する必要がある。東京方面へは、飛ばしから伊勢湾フェリーで伊良湖港へ渡ることも可能である。距離的には、紀伊半島を南に回る方が近い、和歌山県北部への移動の場合でも交通網が整備された北回りの方が早いため、 島地方からの移動の大部分は、伊勢市などを経由することになる。鳥羽島では1911年7月に、三宮線が、鳥羽から、島市、賢島までは1929年に、島電気鉄道が単線で開通したが、前島半島と南伊勢町に、旅客鉄道が通ることはなかった。島電気鉄道は、鳥羽駅で、三宮線に接続されているだけであったため、 1970年に近鉄飛ば線が開通し、他の近鉄線と直結するまでは乗り継ぎが必要であった。島線は1986年から伏線化が進められたが、全線2 4 5トルのうち4 3トルの単線区間が2021年現在でも残っている。北川正康が三重県知事時代に三重新幹線構想を提起したことがあるが、 実現していない。南伊勢町の旧南東町では、国見山石灰工業株式会社の石灰鉱山から港までトロッコが運用されていたため、国道260号に踏切が設置されていた。この鉱山は1934年に大阪セメント株式会社により開かれ、昭和54年6月に国見山石灰工業株式会社に譲り渡された。 1985年には51名の従業員により56万4000トンの石灰石が船に積み込まれた。道路に関しては山勝ちであることと伊勢神宮の新域と接する地理的制限のため整備が遅れた。島市磯部町島市磯部町から北方にあたる名古屋大阪方面への自動車が通行可能な道路は技術的、 政治的に容易な飛ばしを経由する現在の国道167号線に当たる飛ば道の整備が開始されたのが1949年で、1953年5月に国道に指定された後も整備が続けられ、全線が片側1車線の舗装道路となったのは1965年であった。最大コースは、新域の島地山を縦断する必要があることと、計画を立てた後に、 日露戦争と日中戦争が始まり調査が2回中止になったことから整備が遅れた。1965年に伊勢道路が開通したが、1985年までの20年間は有料であった。島市東部国道167号と伊勢道路はいずれも伊部町を経由するため、前島半島から トバ方面への道路の整備が望まれた結果、パールロードが1976年に全線、開通となったが、この道路も30年間は有料とされ、全線が無料となったのは2006年のことである。南伊勢町5カ所裏三重県道12号県峠、南伊勢町5カ所裏から伊勢市への道路は、伊勢神宮の新域を迂回する、サニーロードが1984年に開通するまでは、 99折の難所で知られる、県峠を経由する三重県道12号、伊勢南西線のみであった。三重県道12号は、新域の上地山を縦断する道路であるため整備が遅れ、全面が舗装道路となったのが1970年代以降であった。2006年現在でもほぼ全線が、福音3メートル程度の通行困難な道路であり、大型車は通行禁止である。 サニーロードが開通するまでは、伊勢道路を経由するのが一般的であったため、南伊勢町は旧伊勢国であったが、旧島国の島市と深い関係を持つようになった。南伊勢町旧南東町三重県道22号、旧の三阪トンネル、南伊勢町の内旧南東町道方から、伊勢方面への大型車が通行可能な道路は、能見坂峠を経由する三重県道22号、 南東線のみである。南東線は、渡来郡渡来町南中村より、北方は小さい起伏が続く程度であるが、渡来町との境になるの大見坂峠は、県峠ほどではないものの、いずれの側からも99折であった。峠にある、のみ坂トンネルは、三木本幸吉の資金援助により1928年に、作られた。 トンネルの福音が3.7メートルと狭いなど、小型乗用車がすれ違うのが困難な場所があるといった状況が長らく続いていたが、2002年に99、おり区間により、定所に新トンネルが開通し、大型車の通行が要因になると同時に、約10分の時間短縮となった。2021年現在では、島地方には高速道路は通っていない。 自動車専用道路の伊勢二見飛羽有料道路も、飛ばし近くの伊勢市内までであり、高速道路を利用するためには、伊勢二見飛羽有料道路二見が浦で入り口、または、伊勢市の伊勢自動車道伊勢 IC、あるいは、伊勢市と渡来町を経由した上で、渡来郡玉城町の伊勢自動車道玉城インターチェンジ、まで、一般道路を通行する必要がある。2013年に、飛羽南、 白木インターチェンジから松下ジャンクションをつなぐ第2位伊勢道路が開通し高速道路へのアクセスが改善された。島地方の島は無人島が多いが有人島が3つあるため回路は重要である。有人島の内賢島は本州と橋でつながっている。餃子賢島陸続きであっても前島半島先端の餃子から賢島または浜島へは 回路が有利であるため、2006年現在でも、近鉄系の島マリンレジャーによる定期船が、毎日5便、柿半房機には11便のほか、ワグとかしこ島間で、毎日18便が運航されている。トロクの島マとヤ湾に浮かぶトロクの島へ、島内のホテルの送迎船のほか、有料の渡し船が運航されている。島市磯部町マトヤ地区から3カ所地区は、 三重県道7 5 5号阿小磯辺と馬線になっており、三重県が島市に委託し、無料の県道線の定期便が1日6便運行されているほか、待機時間中の随時運行が1日20便程度運行されている。両地区への間に位置するトロクの島が県道線の航路に含まれており、トロクの島より、マトヤ地区のマトヤ小学校への通学に利用されていた。 マサキ島アゴ湾に浮かぶマサキ島には主に真珠、養殖を営む人が住んでいる。マサキ島のマサキ港と本州のワグ港へ1日急便、カシ島港へ1日急便が島マリンレジャーにより運航されている。1960年代前半には水上飛行機を使用した航空路線が存在した。1960年に日東航空が名古屋島串本白浜大阪を結ぶ。 キー半島一周路線を開設し、名古屋とは35分で結んでいた。1961年には中日本航空が名古屋島串本線を開設した。日東航空は賢島付近、中日本航空はマトヤ湾に発着していた。島半島地形を参照。暖流の黒潮の影響を受けるため冬は比較的温暖で、夏は比較的涼しく、 年間を通じて過ごしやすい地域である湿ったハエが吹く場合、北方の伊勢市などとの境にある山地で上昇気流を発生させ、降雨することがあるため、伊勢市などと天候が異なることが多々ある。気候の節にあるように、比較的温暖なことから、暖気性植物の浜湯の北限となっているほか、浜棒の群落が点在する。一般に、 海種陸獣と言われ、水産業が中心である。戦前期は、近代の人口増加によって男性は都市へ働きに出るか、遠洋漁業、沿岸漁業に着くほかなかったが、一家を支えるには、不十分で、アとして女性が家計を支えてきた。特に先島地方では、漁家の女子で、潜水技術を持たない者は、一人前とされず、嫁入り資格もない、と言われるほど女性が、 働き手として重視されていた。紀州へ、カツオ漁の出稼ぎに行ったり、愛知県で貨物船の乗組員になったりした人も少なくなかった。農業に関しては、東紀州と似た傾向を持つ。島半島は琉球海食大地であるため、栄養分を供給する山輪原野に乏しく、江戸時代の農業生産力は、内陸の農村よりも漁費を利用できる。 宴会村の方が上位にあった。稲作に適した土地が少ないため、稲作は盛んではないが、北部のわずかな平地では水田が広がる。このため、江戸時代の戸場藩は厳しい年貢の取り立てを行い、戸場のお城で今つく米は磯辺七甲の涙べえと歌われた。山地では温暖な気候と南向きの斜面が多い地形が適しているみかんの栽培が盛んである。 他方、南部では、大地上に広い平地がある一方、大きな河川がないため畑作が中心である。島イチゴや南割メロン、茶、さつまいもなどが栽培されている。畜産では、飛ばしのカモ牛や島市のパールポークなど地域ブランドが、確立している。生産農家が少ないため、市場になかなか出回らない。明治中期以降、乱獲により貝類や海藻が激減し、 戦前までは朝鮮半島へ出稼ぎに行く者が毎年千人にも及んだ。アゴ湾とコカショ湾は波が穏やかであり、主にイカダを用いる真珠などの養殖が盛んである。真珠貝はもともとアマが採取していたが、後に真珠貝も養殖されるようになった。アマの仕事は重労働であるため、若年者でアマになろうとするものは減少傾向にある。熊野灘では、 沿岸漁業が盛んであるが、地元以外の市場へ出荷するためには、山岳路をトラックで輸送する必要があるため、主に北方への保冷車の往来が多い。地域名を関するブランド化した水産品に裏、村柿、マットヤ柿、アノリ、フグが挙げられる。かつては船大工が数多くいたが、造船の近代化とともに衰退した。島地方は、 陸路の交通の便が悪かったため、独自の文化と風習を持つ。こうした独特の文化を展示する施設として、島民族資料館が存在したが、1998年に閉館し、2017年現在は、島市歴史民族資料館で見ることができる。また、鳥羽市立会の博物館にも水産業や海洋に関する民族資料が多く収蔵されている。島弁を参照。 島地方共通の方言から特定地区のみで通用するものまで様々である。伝統的な郷土料理には手こね寿司がある。近年は古当地グルメとしてトバーガーが登場した。生きた魚介を直火で焼く残酷焼きは島市浜島町、浜島の蓬来荘が発祥の料理である。洋菓子のシェルレールは鳥羽市の企業ブランカが生産する。 島市磯部町蛭原には蛭玄廃屋餅つきという高速で餅をつく伝統芸能がある。蛭玄廃屋餅つきと起源を同じくする沢餅は磯部町の発祥とされる。島地方では長男の結婚に伴い親やらがおもやを明け渡し、よそに移る隠居性が広く存在した。細部は江戸時代の村ごとに差異があり、風習が希薄化、消滅した地域もあれば、 維持されている地域もある。土地や労働力の問題から、隠居屋という固定した屋敷は農村部に見られる。他の地方では見られない民族神を掲げる。伝統的な島地方の住居は、防風設備を備えた小さな家屋を特徴とする。間取りは、伊勢平野が他の地型であるのに対して、島地方は、六つ間が多い。沿岸部の伝統的な漁村では、 家屋の周囲に石垣を巡らせ、屋根瓦を漆喰で固め、周損をなす。典型的な例として、島市阿護町国府の薪垣がある。その名が示す通り、高さ3から5メートルの薪の木でできた垣根で、冬の北西季節風、夏の暴風雨と砂嵐、林下の類症防止に効果がある。天正年間に設けられたと言われ、国府独自の隠居制度の発達を促進した。 1960年代の民族学的な調査によってその得意性が注目され旅行ガイドブックに掲載されるようになった。島地方は三重県における図書館先進地域であり、1908年8月24日には義務教育が4年から6年へ延長されたことを記念して島郡宇片村に三重県初の存立図書館である存立型図書館が設立された。 三重県で村立方図書館よりも早く開館した図書館は5館しかなく、それらはいずれも私立図書館であった。続いて大正時代には7館が開館し、昭和戦前期には14館が相次いで開館した。それらは以下の通りであるが、太平洋戦争の選挙区が厳しさを増すにつれて有名無実の存在となり、そのまま閉館したものも多かった。 終戦後の混乱を乗り切り、活動を再開した島地方の図書館は、宇方、た、村立図書館、的屋や村立図書館、磯部村立図書館、戸場町立図書館、越賀村立図書館、甲賀村立図書館、なきり町立図書館の7館であるが、1950年の図書館法制定により、三重県の図書館は8館まで減少し、島地方から一旦図書館が消滅した。 鳥羽町では1951年4月に鳥羽町立図書館が復活し、磯部町でも1960年4月1日に磯部町立図書館が開設された。その後、1991年3月31日に阿誤町立図書館、1997年7月1日に島町立図書館が開館した。南伊勢町域では戦後、図書館が復活することはなく、 2017年現在、旧南西町域に南伊勢図所室、旧南東町域に、なんと、ウフレアイト所室が設置されている。島地方は生活するには不便であるものの、その立体的な地形が映像表現において好まれ、映画やテレビドラマのロケ地に選ばれることがある。交通網の整備が進むにつれ、近鉄特急で、名古屋から2時間程度、 大阪から3時間程度と日帰り旅行が可能であること、美しいリアス式海岸の地形と、温暖な気候から近鉄などの資本により、島市を中心に観光地として開発された。総合保養地域整備法の適用を受けた三重サンベルト構想では、とば、南とば、磯辺、奥、島、南西の四地区が指定され、島スペイン村が建設されたほか、既存施設の改修、 移転等が行われた。一方で、島芸術村のように計画が放棄されたものもある。ありがとうございます。